この配信始まりましたよ、みゆさん、あの皆さん。やばい、やばい、売られてる。どうですか、売られてるな。どうもどうも、お疲れ、みんな、お疲れ様です。昨日もね、生誕やっててもね、ありがとう、たくさん。知ったをありがたく、あ、違うか、なんだっけ、お香、お香お香言ってくれましたよ、言いました、私も今日、行こうって言いました、今日言ってくれた、ね、楽しかった、ありがとう、嬉しい、いい生誕でしたね、楽しかった、なんかみゆさんの生誕出たことある気がする、結構出てる、そうですよね、何度来ても可愛い、目撃者でやってた、目撃者でやった、そう、が、うん、なんか元気になりました、みゆさんの話、よかった、元気をくれる人ですよね、マジで、すっごかった、もうなんか楽しくて、ね、よかった、すごかったです、みんなに反応があるってびっくりしたの、そう、みんなに反応があるって、全員にコールしてくれるし、うん、すごい楽しかった、うん、よかった、また生誕出てもらおういましょうね、ね、苦笑、ありがとう、忙しくなってれば、いろんなポーズしたよ。あ、帰ってきた、お疲れ様、誰でしょう、あ、帰ってきた、山内みずきでした、終わりました、お疲れ様です、すごい、今日の髪型は何ですか、クラゲちゃんです、クラゲちゃん、かわいい、かわいいね、さっき始まったの、うん、マジで今、もうすごい今、そうなんだ、ラッキーだね、ラッキーズキーだよ、ズキ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 マナとかあるの？マナズキで、惜しい、惜しいな、惜しいな、聞いたことあったわ、しかもちょっと惜しいんだよな、マナズキ、マナズキ、今日は新と、あ、そうだ、今日メインDJの新日です、この後皆さんみんな聞いてね、何時と一緒でしょ、あ、何時から、何時からですか、23時から、23時から始まらないといず AKB48 メインDJ 止めます、相棒は、相棒は総監督なるさんでーす、よー、そうちゃん、よ、そうちゃん、そうちゃん、楽しみ、楽しみ、楽しみ、緊張してる、まだしてない、まだしてない、直前だったらするかもだけど、今楽しみが大きいかな、うん、今日はなる好きだから、タグタオです、タグタオです、タグタオっていうの、うん、うん、今日なる好きだから写真当たった、タグタオ、でもちょっと前の移動中に考えましたよね、そう、でも先輩からだよ、じゃあタオ、タオ、タオタグ、タオタグさ、ね、なんかタグがさ、トゥクのタグみたいになっちゃうからさ、それをどうにか紛らわしたいタオタグ、タオタグ、タオ、そしたらタオのタグで、やっぱそうじゃん、タオのタグだからやっぱりタグタオなんだよ、タグタオ、やっぱそういうことだから、そういうことなんだ、面白い女だ、よく分かってる、よく分かってる、よし、いってらっしゃいませ、またね、また出てる、終わったら多分帰ってくるかもしれませんね、って感じだな、感じですね、感じですね、なんかギフトがどんどん変わってるよ、こうミルク、みゆさん急に海外のファンの人多いですよね、そう、ショールームだから海外の人見れるしね、なんか生誕の時に思いました、海外の人いらっしゃるなって、うん、そうそう、うん、なんかタイからも来てた、今日、今回すごい、タイの方も来てたし、韓国からも来てくださってたし、すごい嬉しい、あにゃーん、昨日も今日も言ってるけど、うん、本当に久しぶりに見ましたもん、そのスローガン、うん、もう下を見るってやつやあのオーディション番組で見るやつやろハングルの下を見る、うんうんうん、本当に何年前だろう、あれはもう6年前ぐらいに終わったと思ってた、うんうんうん、私も思ってた、一時期めっちゃあったじゃないですか、うん、AKB のメンバーにも、うん、そのスローガン出てた人たちがね、うん、みんなねあったけど、終わったと思ったんですよ、うん、スローガンに割る学校かよ、そしたら今日もいたから、こっち見たら、そうなの、なんか韓国語書いてもらったら、ミュウ、うん、ミュウ、下尾だね、え、てか韓国語読めるのすごくないですか、ハングル読めるんですよ、天才、天才、天才、喜ぶ天才、え、田口真中ファンは知ってたの、これは
知ってる？初出し？知ってるんじゃないですか？いいね。知ってる。ね、うん。本当に。オヌルド嬉しいですね。え、ね、それさ、あの有名な TikToker のね、そうなんですか？見るんだよ。え、知らない知らない。え、なんかね、ジブリのなんかアニメとかを、うん、その日本語と韓国語のミックス、うん、新しい言葉をその人たちが提唱してて、あ、やるの。じゃあもう入れる。そう、加入できる。私も加入してる。加入できる。そうなの、そうなので、笑い方はそう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 。ジブリの笑ってるところ、そう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 。本当に無理なんだ。マジ見てほしい。絶対ハマりそう。ああ、そう。ミックスなんですよ。本当にチェミッタ。え、絶対チェミッタ。ありがとう。頭抱えちゃう。面白すぎて。ね。それそれ。え、それなの？本当に？それもうまんま？そうなの。マジでチェミッタマ。韓国の方と日本人のなんかカップルなんだけど、で、そう、そういうのやってて、え、そう、本当にチェミッタ言ってた。本当に、うん、マジチェミッタ。これすごい。それそれ、すごいね。ちょっと検索してみてください。探してください。オレンマニ受けですね。あ、そう。才能ある。オレンマニ受け。才能があるな。ちょっと才能がありすぎて。ありがとうございます。本当に。もうだって受けてるよ。受けてる。もしかして、うん、手羽うっきょ。手羽おもろいですよね。手羽おもろい。手羽おもろい。手羽おもろい。分かってる。手羽おもろい。手羽おもろい。すごい。いや、マジでもう仲良しってハテナつけられてる。仲良し。でもあんまり表だって一緒にいることないですよね。ないよね、うん、けどなんかね、話してる、うん、こう見えて、うん、こう見えてめっちゃ話してますよね。こう見えてめっちゃ話してます。うん、チームメイで一緒やったし。そう、岡部チームメイで一緒だった。最近、うん、めっちゃ生々しい言い方していいですか？4900円分のタクシー4900円分のタクシーの時間ずっと喋ってました。そうなの。あずちゃんやんってなって、ね、生々しい。おもろい。その生々しかったおもろい。なんかタクシーそんぐらい乗ることなかなかないと思うんだけど。なかなかないと思うけど。なかなかないと思うんだけど。その金額分の話してました。4900円分話してた。なんか私たちのあれみたいだね。面白い。そうなんですよ。そこでなんか、うん、その生誕の時にかき氷の話してたでしょ。そう。そのかき氷の話とかをしてました。そうなんです。そこでちょうどかき氷屋さん通って。そうなの。そう、知ってる、ここみたいな言ったら、うん、えみたいな。みたいな。行きましょうね。もう行こうね。あ、そっち。今の中にかき氷や。びっくりした。モコタンメン、そうそう。でも何言ってたでしょ、私そんな辛い、めっちゃ辛いもの苦手なんだよ、うんうん、だから、うん、鍛えていきましょう。鍛えて目が座ってるのがめっちゃ怖い。鍛えていきましょうね、うん、ね、そうだね、鍛えて。モコタンメンはずっと行きたいから。え、嬉しい。そう、え、なんか嬉しい。ヘアメイクさんの、あ、はいはいはい、あの人も好きじゃん。はい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 。そう、ずっと行こうって言って行けてないから、うん、マジ3人で。え、もう全然スケジュールがあった時に行こう、うん、そしたら北極ですよ、必ず。いや、北極…北極？北極？確定北極？あの、何？インスタント北極が食べたことある。じゃあ大丈夫です。いける？うん、いけないけど大丈夫です。やばいじゃん。え、みんな北極食べたことあるの？ちなみに。あるよね。あるよね。あるよね。決まってる、すごい。顔四角。本当だ。なんか、いつも丸なのに今日四角。めっちゃ美味しいよ、これ。なんか初めてなんだけど。だよね。あ、ないよ。あるよって。やっぱある人はあるんだね。あるよね。うん。あるよね。寿司はない。え、北極痛くなるって口が。それが気持ちいいんですよ。やだ。それが気持ちいいんです。やだ。口痛いの嫌い。なんか、私がそのたったったたった自分のさたったったったもしやたっ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 たボッココちゃんタワーありがとう。ありがとう。ココちゃんありがとう。ありがとう、ココちゃん。会ったことないけど、ココちゃん。
牧場で働いてる子じゃん。牧場で働いてる。父しぼり。そうなんですよ。すごい。やってるんだ。あの飲み物の、うん、何でしたっけ？サンデーリューみたいな。なんかあるじゃないですか。何でしたっけ？全然わかんない。え、なんだ？サンデーリューみたいなあの。エナジードリンクみたいな色の、うん、なんとかデューみたいな。アメイジングデューみたいな。違う。マジでピンとこない。何デュー？マウンテンデュー、マウンテンデュー。何それ？マウンテンデュー知らないでしょ？知らない。マウンテンデューっていうのあるんですよ。うん、後で見せますね。でも、リッスン上の自販機ありましたよ、マウンテンデュー。あったあったあった。あ、コーヒー？うん。炭酸です。炭酸なんです。だから、うん、あの牛にマウンテンデューって名前つけてもらいました。その子かわいそう。もっといい名前あっただろう。え？だからマウンテンデューがいる牧場にコバちゃんはいます。びっくりしちゃった。バリ個人情報なの。本当じゃん。もうバレたから。ココちゃんの。ココちゃん気をつけて。職業バレちゃった。気をつけて。逃げて。逃げて。本当に。危ないからね世の中。危ないよ本当に。マウンテンデューなんてすぐ探されちゃう。気をつけてよ。ね、気をつけてほしい。ね、面白い。他に候補はなかったの。いやなんか牛の名前考えてって言われたかマウンテンデューかな。もうそうめっちゃ。あマウンテンデューさんお肉になった。決まったのかな、わかんない。決まったんだ。決まったんだよね。だけど決まったんだ。もうお肉になったタイミングよし。そう。しかもさ。ダメダメ。お肉になったの。お肉になっちゃった。お肉になっちゃったもんかな。あれ。美味しくなったんだね、マウンテンデュー。家族みたいな。家族っていう意味で。マウンテンデューがまさかの肉。マウンテンデュー。え、食べたかったね。食べたかった、マウンテンデュー。食べたかった、すごい。マウンテンデュー。そう。食べたかった。そっか。食べてるかも。もしかして確かに。どっかでね。どっかの部位。え、そう、部位食べてるかもしれない。最近焼き肉じゃ、焼き鳥行ったし。行った？焼き鳥にならんくない？適当に言いやがって。適当に言いやがって。今日もなんか牛肉ありましたし。うん。カニとは思えないカニクリームコロッケ。まさにそう。じゃクリームとは思えないカニクリームコロッケ。なんか。カニ団子みたいな感じだった。どうしても君が好きだっていう。ちょっと、うん、美味しいけど、美味しいんだけどっていう。どうしても君が好きだって。ソースじゃなかった入ったものが詰まってた。あんなで感じで。全部ご飯食べた時に。タワー。あ、タワー。あ、タワー。ショールームでみんなに。タタ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 タたた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 たもう見て私の画面何もないの難しいちょっとこんなんだなこれあれさっき今予告した絶対いた絶対いたもうちょっと見ましたよえ、いなくない？あ、いや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 列ありがとう列ありがとう列ありがとうえ、列知ってるよね。列って誰ですか？あれ、どんな人かな？違うかな？特徴をちょっと教えてください。肌が白くて。アクションも言ってますって
私言われたんです、まなかちゃん可愛いって思ったんだよ僕って。僕僕ですか。僕え、でも若い、多分同い年ぐらい。わかった、まだ。え、いつもみゆさんの帽子かぶってる。あ、そう、あはレッツレッツ。え、肌が白くてパパが着てるんでしょ。着てる。公園いた、昨日の公園いた。なんだレッツか、なんだ、よかった、レッツか、一致して、わかったよ、レッツ、ね、名乗ったこと、名乗った、名乗った、名乗ったことない気がする。うん、よかった、今一致した、レッツね、うん、はい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 、よかったです。よく覚えてるね、覚えてますよ、すごいね、あの下手の立ち側にいましたね、うん、立ちの3列目ぐらいに漏れてましたよ。特徴すごい、ちゃんと見てる。すごい、そこまでちゃんと見てる。すごいよ。面白い。やばい、もうさ、有名人になっちゃったですよ。よかったね、よかったね。よかったね、有名人で。になっちゃった。なあ。面白い。あれですね、韓国ファミが多すぎですね。うん、楽しみです、ね。東京ファミありがとうございました。ありがとうございました。まずね、ありがとうございます。終わりましたけど。終わりましたよ。そうなんですよ。そう、あの写真会でめっちゃウィンクのリクエストが多かったんですよ。韓国でね、うん、え、何したい？私、静止画のウィンクオリーブヤングオリーブヤング行って、オリーブヤング行こう、うん、ミョンドン、ミョンドン、ミョンドン、やっぱね、ミョンドン、ミョンドン巡り、ミョンドン巡り、オリーブヤングとダイソーと、うんうん、あ、ダイソー、ダイソー行きたいですよね。ダイソー行けなかった私前、だから多分めっちゃあるわけじゃない気がする。ミョンドンあるのかな、ミョンドン、ミョンドンにあるんですよ、12階建てのダイソーが。え、12階建て、え、回れなくない、激圧時間なくない。そうなんですよ。へえ、行きたい。でも夜抜け出す。え、24時間やってないか、やってないか、うん、いや、めちゃくちゃ楽しみ。私はやりました。あとは、うん、なんかアディダス、うん、あ、アディダス、ナイキのなんか、うん、自分でカスタマイズして服とか作れるのがあるんですよね。すごい、ちょっと気になってる、うん、絶対時間ないね、うん、でもね、そう、カラコンインフォーして、旅行行かないの、めっちゃ曲、え、行きたいです、え、連れてってください、え、私、うん、一緒に行くようになって、え、マジで、うん、そう、連れてく、軽く挨拶ならできますよ。オレマニエよ、キャルチレソロソだよ。オレマニエよ、オレマニエよ、オレマニエよ、初めて言わない、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 誰かと会わないと言えない。あー、チャンベゲスにだ。でもだから、あの、うん、韓国海兵隊でお世話になった、うん、教官さんが、うん、韓国にいらっしゃったので、やっぱ会いに行かなきゃいけない。会いに行かないとしね、6年、6年、いやあれどこだったかな、どっかの山、の山、海、海辺側だったんですけど、海兵隊、もう7年ぐらい前なので、やっぱあったら俺間に、うん、そう、それはチャルチルチャルそのために練習してたんだ、やっぱそのために練習してたんだ、俺間に、そのために覚えとかないとなっていう、ねえ、それはそうだ、うん、思ってますよ、うん、私も俺間に言えよって言うみたいな、俺間に言えよすれ違うみたいな、すれ違う人に俺間に捕まるかも。言いますね。それ明日も時間なので。じゃあ私すれ違う人に言いますね。パンもごそ。ご飯もごそ。やばい。やばい。連れてかれるかも、可愛いから。しょうもなくてすいませんね。面白い。なんか何でも面白く感じちゃって。ありがとうございます。韓国食べたいものね。まあいるなんでも。で、そう、病院に行きたいのもね、なんか、染めて2ヶ月以上経つんですよ。 あれは食べたい、タンフル。タンフルって何か聞いたことある。フルーツ飴。フルーツ飴、あー、でもなんか専門店みたいなあるんですか。タンフル、なんか昔、ミョンドン歩いた時に、うん、超ロングソフトクリームが400円で売ったんですけど、安っ、買っちゃダメって言われて買えなかったんですよ。なんで？ご飯食べに行くから、この後ちょっと挑戦したい。ね、それはちょっとあるかな、まだ。ないか、もうないか。流行りが早いイメージ。そっか、もうないのかな。え、ありますか、ソフトクリーム。ありますか、韓国の皆さん。よろぶん皆さん。よろぶんよろぶん。キローソフトクリーム。キローソフトクリーム。지금도있어요。わ。あ、있어요って。おえ？あるの？有名なんだ、今も。있어요って。
チェンドイソヨ。え、そうあるんだ。ありがとうございます。食べれます。じゃあ半分こ。食べる気ないよ。食べる気なかったじゃん。ね、あるんだ。すごい。初めて聞いた。あ、見て、アンパン。あ、すげ、あんこだよ。あんこが出てきた。あ、そう、何？あんこが出てきた。美味しそう。かわいいエフェクト。凝ってるよね。そういうエフェクトすごく。あとなんだろうな、食べたいの。ねえ。あ、そう。これ、何？ん？ジン、ユスケさん、ありがとう。ね、書いておる。あ、タンフル。あ、マシっすよって。マシっすよ。食べたいタンフル。え、タワー。タワー、え、タワー来た？お、タモ、タモ、タモ。あれ？紛れてる。そっちね。あの、クマタワーありがとうございます。カティーありがとう。カティーありがとう。あー、チョコ。チョコタワー。チョコチョコ。ありがとう、みんなマミ来てくれて。なんか次会えるのは、ね、そう、あやみんがね、いるんだよ、後ろに見える、ここにこれ、これ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 こっち映ってないの、こっち映ってない。あ、いなくなっちゃった。そう、そうなんです。なんか辛いの食べ、あ、かわいい。なんかタコの踊り食い、チュクミ、チュクミ、チュクミ食べたい。あ、でも踊り食いだからチュクミじゃないわ、うん、じゃあ辛いやつ、うん、絡まられてるチュクミ、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 チュクミ食べたい。いいよいいよ。踊り食いも食べたい。踊り食いもね、美味しい、美味しいんだ。踊り食いね、新大久保にあるよね。でもやっぱ本場で、うん、なんか確かに韓国のファンの方が日本に来るときに大体聞いてくれるじゃないですか、うん、どこ行ったらいいですかって、うん、聞いてくれる。私はいつも、うん、新大久保って言う。韓国の人に、韓国の方に。いや、日本っぽいところですね。その新大久保が本当に韓国っぽいのか、うん、韓国の人の目を見てくださいって言って。あ、おむすび来た、あ、おむすび来たよ、梅だ、そう言ってて。タワーより反応してるよ。タワーの人も嬉しいですからね。そしたら本場の味じゃないって怒ってました。え、怒ってた？違うの？これは違う。もっと美味しい。もっと美味しいって言ってたから。何が美味しいって言ってた？なんかもう全て？全てって言ってましたよ。でもサムギョプサルも本場の方が美味しいって言ってた。え、行きたい。え、サムギョプサル本場で食べたのよ。確かに美味しかった。なんかあの、めっちゃ鍋が、うん、うん、そうそう、でかい。え、違います。私が今言いたいのはそうじゃなくて、うん、ごめんごめん、黙ってく。鍋がなんか円っぽくなってて、うん、くぼんでてみたいな、うん、うんうんうん、のは何ですか？油が落とせれるように、あれ、わかんない、なんか料理、鍋、赤い鍋料理があったんですよ、昔食べた、前食べた。あれは何だったか、もうちょっと、もうちょっと、うん、ぷぷぷ、あれじゃない、ラーメン入ってる鍋、プチチゲ、プチチゲ、違う、しげじゃない、じゃないの、うん、なんだ、もしかしてまたカラコインク誰がやってる、オルゴールバージョン、カラコインク、オルゴールバージョンしか使えないから今。なんだろう、なんだろう、めっちゃ美味しかったですよね、うん、なんか何、いろんなのが入ってた、野菜とかも入ってたし、うん、え、でもプデチゲ系だよね、プデチゲなのかな、あれは。リサちゃん、タワーありがたぐちです。なんか今言った？何書いた？なんか理由？わかんない。流れてっちゃった。流れてった。すごい嘘だよってすごいたくさん来て。嘘だよ。そうだから、うん、食べたいですね。食べたいね。あ、もういい時間かも。本当に？お、じゃあ田口さんランキング発表しますね。じゃあ下尾さんも。あ、田口さんじゃ先に行く？行きますよ。あーって。いきますよ。13位黒猫もふもさん、12位あ、来た、あゆちゃん、11位ほのかちゃん、10位みゆちょ、9位ロンエイさん、8位これはなんて読むの、ジャリングさん、ありがたくちでーす、ありがたくちでーす。神セブいきます。第7位しんちゃん、第6位すいかさん、第5位メレリーさん、第4位まめむしーさん、ありがたくちです、ありがたくちです。トップ3いきます。第3位りさちゃん、ありがたくちです、です。第2位ココちゃん、ありがたくちです、ありがたくちです。はい、そして田口真中ルーム6359分の1を獲得したのはバーンカバー、ありがたくちです。
様。ありがとうございます。ウリモでした。ありがとうございます。はい。じゃあ私の方行きます。はい。いつも100位まで読んでるんですけど、今日は時間も時間なんで。100位まで。そう、100位まで読んでる。意外とあっという間。ちょっとみんな知ってる韓国語で喋るんで。13位から読んでいくよ。アスラヒルちゃん、13位おめでとうございます。ありがとう、13位だ。12位が和田さん、12位おめでとうございます。11位がピシャさん、タイ、コプンカー、タイだよ、コプンカー。ありがとうございます。そして9位、あ、じゃあ10位が柳、ありがとうございます。9位がジアリング、おー、さっきも言ったよね。あ、すごい、ジアリング、韓国の方。おぬるど、はなさん、こんばんはよ。あ、待って、違ったかも。え？シンガポールでした。シンガポールやないかい。シンガポールやないかい。すごい、ハロー、多国籍。8位がハリーの道楽さん。ハリーの道楽さん、どうも、ありがとうございます。7位が先生さん、先生、Thank you。 6位がリムさん、韓国の方ですよ。はい、おぬるど、はなさん、こんばんはよ。いつも意味なんですね。今日もいつもありがとう。今日もいつもありがとう。おさむだー。おさむだー。次、5位がちーくん。ちーくん。ありがとう、ちーくん。で、4位がしんちゃん。ありがとうございます、しんちゃん。3位、ぬこぱ。おっぱー。おさむだー。おっぱ、かむさみだー。で、2位がレッツ。レッツ。レッツ。いつもファンが来て、みゆさんの帽子かぶってる。レッツ。肌が白いレッツ。肌が白いレッツ。もちもちのレッツ。レッツ。ありがとうございました。1位がカティ。カティ。ありがとうございます。カティ。はい。じゃあ13歳まで読ませていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ僕の謎動画。みんな。あ。イエーイ。よし、じゃあ終わりにするね、こっちに。バイバイ。バイバイ。じゃあスクショタイムしちゃうね。ちょっと待って。待って。入りますかね。私もする。待って。自分もする。自分もする。できるの？自分もする。え？すごい。いきます。はい、チーズ。はい、じゃあ次。自分もするんだ。じゃあ次、ファンの方、いきます。変わってる。ファンの方いきます。はい、スクショタイム、イエーイ。いいかな。はい、じゃあこれで終わります。ありがとうございました。またね。マイマイ。